エリック・コーネルは、アメリカ合衆国の物理学者。カール・ワイマンと共に1995年に初めて、ボース・アインシュタイン凝縮を確認した。この実験により、コーネル、ワイマンとボルフガング・ケターレに2001年度のノーベル、物理学賞が贈られた。コーネルは、カリフォルニア州のパロアルトに生まれ、ケンブリッジ・リンジ・アンド・ラテン高校、サンフラニシス・コロワェル高校で学んだ。 1985年にスタンフォード大学で学士号を取得し、1990年にマサチューセッツ工科大学で物理学の博士号を取得した。1995年1月に結婚し、1996年には長女が、1998年には次女が誕生した。現在は、 コロラド大学の教授及びアメリカ合衆国省務省配下のアメリカ国立標準技術研究所の研究員を務めている。彼の研究室はコロラド大学ボルダー校にある天文物理学ジョイント研究所の中にある。1998年にアメリカ科学振興協会のフェローになった。2004年10月、彼はエソ性筋膜炎を食い止めるために 左腕と左肩を切断した。感染症からも回復して12月中旬に退院し、2005年4月から仕事に復帰している。2005年、アメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選ばれた。ありがとうございます。